お腹が鳴ってしまう理由とそれを止める方法。悪いタイミングでお腹が鳴ることほど恥ずかしいものはないですよね。仕事の会議の途中なんかにお腹が鳴り始めると誰からも注目されてしまいます。おやつを食べると鳴り止むと思っているかもしれませんが、食べることが必ずしも解決策ではありません。お腹が鳴ってしまうその理由とグーグー鳴るお腹を止める方法について見ていきましょう。今回は8つのコツを紹介します。ブライトサイドのチャンネル登録ボタンと通知もオンもよろしくお願いします。友達といる時に急にお腹が大音量を鳴らし出すとやっぱり恥ずかしいものですよね。やっとお腹の音が止まったと思いきやまた鳴り出してしまって完全に引かれてしまったり、まさに穴があったら入りたいと思うかもしれませんが、実はどんなにうるさいお腹の鳴りでも簡単に止めることができるのです。止める方法について学ぶ前に、まずはなぜお腹がうるさくなってしまうのか学んでいきましょう。お腹の音は消化している時に起こるのが一般的。消化している間、小腸と大腸は食べ物の処理や収縮に力を入れているので、お腹が鳴るのも普通なことなのです。蠕動運動と呼ばれる消化の過程で、筋肉が伸び縮みすることによって食べ物が消化管の異なる処理領域に移動します。時にはその過程がかなりうるさく、食べてから時間が経った後や夜中に起こることもあるのです。これがまさにお腹の音の犯人。お腹のうるさい音の原因は蠕動運動なのです。蠕動運動は消化をする時だけでなく、お腹が空いた時に現れて空腹を示します。お腹が空っぽの時の方が音もうるさいですよね。それはエコーのようになっているからなのです。例えば空室の中でエコーがかかると家具がたくさんある部屋よりも音が響きますよね。お腹も一緒。空腹であればあるほど音を吸収するものがないので音もうるさいのです。うるさい音だけが気になるのであれば特に心配する必要はありません。ただし音だけではなく、ガス、吐き気、下痢、便秘、微熱、そして不快感があるとそれは根底にある問題を示している可能性があるので医師に相談しましょう。根底にある症状として例えば過敏性症候群、食べ物アレルギー、食物不耐症、そして腸閉塞などがあります。これらの症状がない場合はこのうるさいお腹の音を解消する方法について知りたいですよね。個人によって効き目も異なると思いますが、試してみる価値はありますよ。1. 食事の後散歩に行く。長い間散歩に行く必要はありません。仕事の間にちょっと行くのでも大丈夫です。15分間軽くエクササイズをするだけで消化を促すことができます。ハイデルベルク大学病院が2008年に実施した研究では、食後に散歩をすることによってお腹の中の食べ物が早く動くので、コーヒーを飲むなどの他の手段よりも成功率が高いということを明らかにしました。ただし運動は軽めにしておきましょう。食後に激しい運動をすると逆に吐き気を引き起こしてしまいますからね。2. 水をたっぷり飲む。水をたくさん飲むと実は消化の助けにもなります。食事中や食後に水を飲むと消化もスムーズになるのです。ただし一気に飲まないように気をつけましょう。お腹の消化の音を静かにさせることが目的なので、一気に飲んでしまうと動くたびに水のゴボゴボした音が聞こえてしまいます。どのくらい水を飲むべきなのか賛否されていますが、最もおすすめしたいのが1日コップ8杯の水です。 3. ハーブティーを飲んでみる。好きな味のハーブティーを次の中から選んでみましょう。生姜、カモミール、ペパーミント、タンポポ、そしてフェンネル。これらのお茶は消化の手助けをしてくれると言われていて、腸の筋肉をリラックスさせるので蠕動によって引き起こされる収縮を穏やかにしてくれます。またカモミールは腹痛の緩和にも役立ち、生姜は張りを低下させるので体も効率よく栄養吸収ができるようになります。 4. 時間をかけてゆっくり噛む。噛むのと消化がどう関係するのか気になりますよね。消化は口の中から始まるからこそ、噛み方によって消化器系の働きに大きく影響するのです。噛む回数を減らすのは早食いなどでは確かに必要かもしれませんが、
その食べ物を消化する消化器系に負担がかかってしまいます。つまりお腹が鳴ってしまう可能性も高くなるのです。ゆっくり時間をかけて噛むと食べ物が唾液としっかり混ざるので、炭水化物も分解され食べ物が柔らかくなった状態で食道を下ることになります。消化器系の負担を減らすためにもしっかりと食べ物を噛んで分解しておきましょう。5. ガスの多い食べ物は避ける。お腹の大音量の原因の一つがガス。腸の中にガスがたまりゴロゴロ言うことを腹鳴と言います。豆や生野菜などの健康的な食べ物でもお腹の張りやガスがたまることがあるので注意が必要です。例えば果物、ブロッコリー、アスパラガス、芽キャベツ、レンズ豆、トウモロコシ、ジャガイモ、乳糖を含んだ食材、そしてソーダなどには気をつけましょう。乳糖不耐症の人は乳酸品を食べるとお腹の中にたくさんのガスがたまってしまいます。また口を開けて喋りながら食べるとお腹に空気がたまります。つまりそう、ガスの原因に。どのような食べ物を食べるとお腹が鳴るのか把握するのにおすすめしたいのが、1週間の食べ物日記をつけて実験するという方法です。 6. ご飯はゆっくり食べる。一緒に食事をしている相手がまだまだ食事が進んでいないのに気がついたら自分のお皿が空っぽになっていたなんてことはありませんか？その場合は常に消化器系に必要のない負担をかけているということになります。ゆっくり食べると体が適切に食べ物を消化して酸を分泌し前動に備えて準備をする時間が与えられます。確かに運動をした後やお腹が空いている時はゆっくり食べるのも大変かもしれません。ですがご飯を早く食べると空気を飲み込んでしまいお腹にガスもたまります。影響するのは消化だけではありません。食べ過ぎてしまうので体重増加のリスクも高まります。 7. ニンニクを食べてみる。ニンニクにはアリシンと呼ばれる成分が入っています。この化学物質はお腹の大きな音やゲップの原因でもある胃炎に役立つと言われています。アリシンは胃の炎症を低下させることによって手助けをしているのです。朝起きたら生のニンニクを食べて消化を助けてあげましょう。加えてマヨクリニックによると世界の人口のおよそ 50% がピロリ菌とも呼ばれているヘリコバクターピロリという菌がお腹の中にいるとのこと。とはいえほとんどの人は症状や副作用がないのです。1999年にこちらの学術誌に掲載された研究によるとアリシンはピロリ菌を洗い流すのに役立つ強力な抗菌成分なんだそう。日頃からニンニクを食べていないという人は焦る必要はありません。ゆっくり食生活の中にニンニクを取り入れてみましょう。人によってはニンニクがお腹に不快感を与えてしまったりアレルギー反応を起こすこともありますので気をつけてくださいね。 8. 食べる。解決法がものすごくシンプルな場合もあります。空腹状態でお腹がグーグー鳴っているのであれば必要なものは食べ物のみ。お腹の音を抑えるためにもしっかりと定期的に食べましょう。家にいない場合はお腹が空いた時につまめるお菓子を持ち歩くといいかもしれません。覚えておいてください。これらのコツをつかんでおくとお腹の音によって恥をかくこともなくなりお腹を静かにさせるためにも役立ちます。今回紹介したコツをしっかり守っているのにもかかわらずお腹の音がなかなか収まらない場合は医師に相談してみましょう。 CT スキャン、血液検査、内視鏡検査などの検査を受けると原因がわかるかもしれませんよ。ブライトサイドをご覧の皆さんはどのくらいの頻度でお腹が鳴りますか？下のコメント欄で教えてください。このビデオを高評価、友達へのシェア、そしてブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。